さて、続いての曲はですね、アメージング・グレースという世界で最も有名な賛美歌なんですけれども、ちょっとお話をさせてください。ですね、私はクリスチャンなんですけど、あるキリスト教系の病院に入院してたんですね。実は私ちょっと難しい病気を持ってまして、それで特に20代の頃はたくさんの入退院を繰り返しました。その時、入院中とても辛くて泣いてることが多かったんですけど、治療が辛いのと先が見えない現実にね、その時にですね、音楽ボランティアさんが病院にやってきてくださったんですね。そして私は思いました。その音楽を聴いている時に心がとても穏やかで、病気のことを忘れることができたので、自分も音楽ボランティアしたいなって。それが今に至ってまして、今となっては一番多いのが高齢者施設さんです。普段は青い山脈とかね、そういう曲を歌ったりしているんですけど、高齢者施設さんや障害者施設さん、各種イベント、その他のお呼びがかかれば、体の都合のつく時はお伺いさせていただいています。そして毎回私の大切にしている曲、アメージング・グレイスを歌わせていただいています。今日はですね、皆さんにお会いできた感謝の気持ちを込めまして、歌わせていただきます。アメージング・グレイス。Ooh, ooh.